うーん、適当に情報を拾って、独自解釈して騒ぐ人が多すぎて困る。国会議員がこれとかやばいよ。皆さん、こんにちは、はんやです。本日は2024年1月9日ですね。で、この動画では、1月9日の国民民主党玉木会見及び、それに関連した話を少ししたいと思いますので、うーん、太郎はやっぱり意味わからん。腹口もますます意味わからん。と思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。 まさかとは思いますが、うちのリスナーの中に政府の47億円の予備費決定は遅い、少ないって騒いでる人はいないと思いますが、そういう人も必見です。では今回の目次はこちらです。 ではもう早速こちらの動画をご覧ください。こちらは1月9日の玉木雄一郎会見を3分の1くらいに編集したものになります。会見ではこの他にも自民党の池田議員逮捕の件も触れてますが、今回は地震関連に限定してお送りします。概要欄に元の動画のリンクもありますので、そちらも参考にしてください。ではどうぞ。え皆さん改めましておはようございます。あの、改めてですけども、えー、能登半島地震によって、 多くの方の方命が失われました亡くなられた方に心からのお悔やみを申し上げ、そしてたくさんの方が被災をされています、お見舞いを申し上げるとともにです、ね、被災者支援、生活の再建、そして道路をはじめとしたです、ね、崩壊したインフラの復旧、復興に全力で我々としても取り組んでいきたいというふうに思っています。 内閣府防災からいただいた資料によりますと、まだ1万5500戸が停電をしております、えー、加えて、6万3562戸で断水中ということですので、もう発災から1週間経ってですね、数万を超えるご家庭に、まだ電気も水も供給されていないということは、まあ、いかに今回のですね、震災の復旧が、 非常には難ししいいいいとととうことを表していると思いまれ、まあ、我々の仲間のです、ね、北陸電力の現場で働く皆さんからも声を直接いただいておりますけれども、あの復旧はしたいけれども、現地に行けないと、でこれはまあ道路が陥没隆起しているということに加えて、道路渋滞がです、ね、非常に厳しくて、なかなかたどり着けないということもあってですね、 先般与野党の党首会談でも、総理にも私申し上げましたが、災害対策基本に基づく道路規制をかけて、まずは緊急車両やインフラの復旧のための必要な車両人員が現地に行けるようにしてくれということは申し上げました、併せてこの3連休はです、ね、不要不急の一般車両の地域への乗り入れについては、控えてほしいということを、まあ、あの、 ツイッター X などでも私も発信をしましたし、ご協力を求めてきたところであります。ただ、あの発災からも一1週間経ちまして、過去の例を考えると、これからいわゆる、えー、震災関連死がですね、非常に増えていく段階に入っていきます。特にエコノミークラス症候群であるとか、まあ、インフルエンザ、コロナといった感染症の拡大ということがすでに報告をされておりますので、まあ、こういった被災地、避難所、 被災者支援ということにですね、よりきめ細かく万全を期していく必要があると思っております。その上で言うとですね、プッシュ型支援を政府もしっかりやっていることについては評価をいたしますが、今日ですね、来年度の予算案が、まあ、昨年の12月に決定されましたが、その予備費を増額するという閣議決定が行われると思います。これはまあ総理からも説明がありましたが、ただ私はですね、 これは4月以降に使える予備費を増やすという対応では間に合わない可能性があるので、年度内、つまり今月、来月2月、再来月の3月と、年度内における財政出動、財政支援を万全にするために、令和5年度第二次補正予算を速やかに編成すべきだと思います。われわれ、立法府の人間ですから、予算をどう作るのか。 法律をどう改正するのかということをですね、先手先手で取り組んでいくことが必要だと思いますので、国民民主党としても必要な法律の改正案は、急ぎ、提出を行っていきたいと思いますので、あの我々はあのもちろん現地に行ってボランティアもしますけれども、立法府の人間しかできないことをですね、今は先手先手でやることが重要だと思いますし、国民民主党は政策先導型ということを掲げてまいりましたので、 この震災復興におおいいいててても、そうっっったたた的な役割をししかりりりとと果ま思す。震災に関しては、あのはい、政府の対応を見ていると、一部野党からは例えば激甚災害の指定等々、対応が遅いのではないかというふうに、スピード感にちょっと問題があるのではないかという指摘も出ていますけれども、あの対応のスピード感については玉木代表はどのように見てらっしゃいますか。 えーとですね、2つ、あのー、多分言われてるんだと思います、1つはです、ね、自衛隊の展開が、逐次投入になって遅いんじゃないのかということですが、これは、まあ、木原大臣も説明があったとおり、まあ、熊本地震と比べるとです、ね、熊本はやっぱ大きな部隊があの現にそちらにいましたので、展開が早かったということだと思いますが、まあ、今回あの、能登半島というです、ね、地理的な制約もあって、 えまたその道路が先ほど申し上げたとおり、えー、緊急車両でもなかなかです、ねえー、入れなかったということがあって、結果としてえこう順次増やしていくっていう対応にならざるをえなかったことについてはです、ね、私は理解をしていますので、その点については、特段遅かったというふうには思いません、あともう一つ、激甚災害の指定については <laughs>、これは熊本の地震に比べてもです、ね、遅くはないと思いますので、やっぱり一定の、 被災の状況を確認することが法令上も求められているので、まああのまあ、これはあの手続きに基づいてです、ね、対応できたというふうに思うので、あのこれも特段遅かったという気はいたしません。ただですね、私はこれ、総理にも申し上げましたが、情報発信のあり方についてはですね、 もう少しあの工夫があの必要だったと思いますし、必要、今もだと思います、ネット上はやっぱり、これはまああの中継をご覧の皆さんにもご協力いただきたいんですけど、やっぱりインプレッションを稼ぐことで儲かる仕組みになっているので、やっぱりこのセンセーショナルな被災地情報を出すことによって、そのまあ、たんの金稼ぎをすると。 いうような状態が放置されていること自体もね、まあ、モラルの問題あると同時に、プラットフォーマーの皆さん、SNS の事業者の皆さんにもです、ね、これは考えてもらわなければいけない問題ではないかなと思いましたので、政府ならびに非常に大きな影響力を持っている、このプラットフォーマー、SNS 事業者の皆さんにもです、ね、まあ、ぜひご協力をいただきたいなと思います。 はい、NHK の森田です、はい、あの能登半島地震の対応の関連なんですけれども、はい、あの冒頭、二次補正のお話ありましたが、はい、あの今日閣議決定であの今年度予算についても、47億円余りのまあ予備費の支出を決定される、はい、ということなんですけれども、えー、まあこの今年度予備費の対応について、ちょっと不十分ということかもしれませんけれども、改めて所感をお願いできます40数億円の決定はいわゆるプッシュ型支援でですね、あの多分あの パンとかですね、そういうものを民間の山崎パンさんとか、四季島パンとか、あと、どこだ、あのフジパンさんとか、ご協力いただいてやって、それも後ばないでするような、そういったところにです、ね、当てるものだというふうに承知をしておりますので、これ、当面必要だと思いますし、まあ、熊本地震に比べても額は多いので、この最初の四十数億円が少ないだどうなっていっても、あんまり意味がないと思っていて。 えー、残りの4600億円ぐらいある今年度の予備費をいかに円滑に使えるかということと同時にです、ね、4600億で足りるのかという議論が、年度内にです、ね、あのちゃんとした方がいいと思います、むしろ、あの野党がむしろ指摘すべきは、四十数億円が今回少ないんじゃなくて、その今年度予備費の4600億円で当面、1月、2月、3月やれるのかと。 いうことを議論することが本質的な議論だと思うし、我々としては足りないと思うので、えー、やはり年度内に執行する第2次補正予算を編成すべきだと思います。すみません。デイリースポーツの杉田と申します。はい、よろしくお願いします。ちょっと端的に、あの5日の与野党の党首会談で、はい、ま、石川県外の議員さんは？ まあ現地入りしないということをまあ取りまとめたか決めたと思うんですけれども、あの一部の,そのまあ野党の党首の方、まあ、そこに加わらなかった、まあ、あの令和の山本代表とかがまあ現地入りしているということで、それに対しての受け止めを教えてください、うん、あの私は非常に、まあ、あの残念だと思いますね、あのまあ、もちろんあの自己完結的に行かれてあの、ね、私も含めて、もう今すぐ飛んでいきたいんですよ。 それはあれだけの震災があって、東日本大震災も経験してるし、えー、西日本豪雨災害でもボランティアに入ったし、この前の秋田の水害でもボランティアに入ってるので、それボランティアにも行ってるし、いろんなことを経験したから、現地に行きたい思いは誰よりもあります、でも今は、復興を速やかに進めるためには、まず電気を通す、水道を通す、道を警戒するというところのですね、いわゆるプロフェッショナルな、 その自衛隊、警察、消防、えー、そして、えー、電力会社などの皆さんに、まずは頑張っていただくことが、全体としての復興を早めるので、みんなが押し寄せてしまうと、道が塞がって、作業ができないという声はあの北陸電力の皆さんからも直接聞いたので、私たちがむしろ提案した中にも、ですね復興を早く進めるためには、特に一般の人の、えー、現地に入ることはやめましょうということにしたわけです。 みんな行きたいですよただ、そこがですね、<laughs> まあ、もちろんいろんな、えー、説明はあるんだと思います、NPO から言われたということなんですけど、我々だってあの、今すぐ来てくれって声はいっぱい受けてます、でもその中で、その全員が個人としてベストだと思うってことをやったとしても、全体としてそれが最適じゃないケース。 まあいわゆるまあ囚人のジレマみたいなことを用陥るわけですね。個々人がベストだと思ってやることを足し合わせたら、全体としてはダメになることはこの世界いっぱいあるので、そこは少なくともこの3連休については抑えましょうと。で、復興っていうのはこうステージングといって、段階があるので、こうたくさんの一般人も含めたマンパワーが必要になるときは必ず来ます。その時はですね そのきちんとコントロールされた形で現地に入っていくということは、これからやっていきたいと思うんですが、あの一部のこれはまああの政治家だけじゃなくて、いわゆる迷惑系ユーチューバーと言われるような人たちがですね、入ってビュー稼ぎにやっているようなこと、あるいはその一部の支援者を喜ばせるようなためにやっているようなことはです、ね、震災においてはマイナスにしかならないので、そこはですね、やはりあの全体として、 統制された動きをやるべきだし、その現地に入って、例えば動きたいのはですね、あの選挙区で言えば、その立憲民主党の近藤さんとか、自,自民党の西社さんとか、あの一番動きたいと思いますよ。でも、彼らでさえ抑えて現地に入らないんだから、やっぱりそこは、やっぱりいかに全体としてベストな復興になるような動きをですね、私は少なくとも、責任ある立場の人は、 あきちんと貫くべきだし、従うべきだというふうに思いますのでね、あのぜひあの、ボランティアをするということであれば、これからそういうニーズが実際出てきますから、ぜひあのこれからまた石川県知事からも、地元の首長さんからもそういう要請や指示が出ると思いますので、ぜひそれにのっとってあの頑張っていただきたいなというふうに思いますすねはいいありがとうございます以上ですね。 うん、まあ、だいたいこんな感じじゃないかな。で、最近、令和批判動画を出すと、不思議な人ホイホイになってる部分もあって、嫌がらせのようなことをされてますが、たまにあるのが、お前は自民党をかばうためなら何でも言いたい放題か、的な発言。ちゃう。ちゃんとした前提に基づいて議論したいだけ。そういう人って、動画の中身を魔改造して騒いだり、妄想に基づく主張されて気持ち悪いから、嫌なんですけどね。 そして強烈にひどいポンコツが野党で目立つのよ。でね、まあほとんど今回は玉木さんの言う通りだと思いますね。今 SNS では47億円の予備費投入が少ないとか遅いとか騒いでる人がいますし、まあこれの原因の一つは立憲の杉尾、蓮舫、原口などの暴言でしょうけど、別にこれはこれで全部賄うなんて話じゃないんですよね。緊急に必要な分については閣議決定だけで対応できる金でやろうぜ。それだけ。 ここの額をいくら増やしたところで後で補正予算なりで復興支援の金を決めるんだから意味ない。熊本震災でも23億円くらい決めたのかなでも実際に使ったのは15億円くらいで余ってて。そして復興支援には7000億円くらい使ってる。47億円を4700億円って言ったところで全く意味ないんだよね。てか、47億円で少ないって人は思考実験が苦手なのかなこれもっと大きな額にすべきって人はなぜ 足りなくなったら閣議決定で増やせるはずって思わないんだろう。閣議決定でもっと大きな額を決められるはずと思ってるんでしょまあ、できるけどね。だったら後で増額もできるじゃん。増額しないはずなんて妄想でしょまた閣議決定を早くするべきってのもそれも意味不明。閣議決定後に支援をするって話じゃないからね。実際パンの話なんて震災直後からじゃん。またネットのデマうんぬんは考えものよね。インフルエンサーの暴走がひどい。 特に今ツイッター X はインプレッションに応じた報酬がもらえるということでデマでもいいからセンセーショナルのものを出せばいいって人がちょこちょこいる。そしてまあ政治家はさすがに金目的じゃないんでしょうが問題のある発言もある。 例えばこれですね。こちらは、令和新選組の議員候補である、矢畑氏の1月9日のツイートですが、政府対応が全てごてごてであるに加え、県知事のメッセージですら、石川県に来るなですから、お粗末で雑な対応だったことを裏付ける記事。厳しい避難生活を送られている被災者の方を思うと悔しい。と書いてる。ただ、これおかしい。例えば、長谷知事も、ツイッターでは、能登には来ないでねって発信をしてます。 また私ですら初期動画で石川県といえどもいろいろあるから無事なところまで行くなとなるとそれはまずいって話もあるという指摘もしてます。誤解があったからね。また立憲民主党のうちのチャンネルでは嫌われてそうだけど塩村議員もデマ拡散はやめましょう。石川県公式の元ツイートを読みましょう。のとへと書いてます。私も石川県も石川県に来るなと呼びかけてませんと指摘してますね。あ、八畑さんじゃなくて別の人に対してだけどね。 なんか批判する方が無理やり孤独してるのかそれとも私が知らない発表があったのかしらまあそれならそれを見たいですが、なんか拡大解釈して騒いでるだけな部分もな。それに例えば立憲民主党のデマ拡散期原口氏は1月8日に、日々の災害対応にねげらいの言葉を捧げます。 いくつかお願いがございます。今なお地震が続いております。救命救助、支援活動のためにも空港の役割は小さくありません。能登空港は地方管理空港ですが、なぜ発災後、こんなにも時間が経つのに使用できませんか ?1 月24日まで閉鎖見通しとの記事に接しましたが、日本国として恥ずかしくないですかウクライナに外務大臣が言っていますが、そのお金があるなら能登に全力を挙げるべきではないですかとか言ってます。えっと、馬鹿ですね。 そもそも外務大臣が政府の仕事をするのは当然。なぜ震災があれば国は全て外交をストップするとかわからん。先ほども言ったように震災対応に金が足りないって話でもないし。そしてそもそも原口氏は日本語は読めてません。リンクを貼ってる産経新聞の記事ではあくまで民間機の運航開催が25日だって書いてるだけで救援物資などを輸送するヘリは2日から利用しているという話をしてます。 もちろん、場所の問題でしょうか。直すのに時間がかかっているという事実はあると思いますが、原口氏の言ってることはトンチンンです。日本国として恥ずかしくないですかという前に自分のことを恥じてください。まあ民間利用を制限して復興にだけ使うってことを念頭に置いてるんだって言い訳をするかもですがね。まあ原口さんが恥を感じることができるなら、すでに議員辞職してないといけないほど恥ずかしいことだらけですが。 また、太郎の話についてもね。まあ確かに、太郎がなぜ投資会談の要請に従わないといけないのかって話もあるわけですし、あれですけど、太郎が言った意味がわからないよね。 前回動画でお伝えした通り、基本的に太郎が行く理由は、現地 NPO に頼まれた、現地の声を聞くべきだってことだ。ということでしたが、出てきた報告は陳腐なものだったり、そして、現地の生の声が大事なんだって言いますが、他の政党は、現地の議員がすでに生の声をできるだけ聞いてるわけですからね。 以前動画でも言ってるように、太郎の現地入りは今じゃないだろうに、と思いますよ。太郎一人が言ったことで、渋滞が起こるわけじゃないけど、それに付随する効果があるわけですし。一部の暴走議員らが、俺も俺もと言ったら困るじゃん。そして、自信満々の報告書があれだったしね。<laughs> まあ何にせよね、それこそ、立憲民主党の議員が、現地の自民の議員とかね、与野党関係なく協力して、情報収集をしたりね、提言をしようとしたりしてましてね。 私はそれに関してはいいことだなと思うんですけども、なかなかね、一部の国会議員は自分の私利私欲のためなんですかね、それとも正義なんですかね、まあ、暴走してるなってことについて頭を抱える。そして、デタラメなことを言ってる奴に対しては、お前はちょっとね、どっか言っといてくれっていうの思うんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想をコメント欄でお伝えください。またね、このような SNS 上でデタラメな発言をした場合に付き物なのがコミュニティノートですけども、よくね、コミュニティノートが付く。 蓮舫議員や原口議員が、なんで名前が書いてないんだっていう風にね、なんかまるで私のチャンネルの最近のコメントなんでね、お前は顔を出せとかね、名前を出さずに批判するとか、卑怯ですとか、まあ、およそね、表現の自由に関して分かってない、表現の自由がなぜ優越的な地位を持ってるのかは分かってない、ちょっと頭のおかしい人だと思うんですけども、まあ、そういう人たちと同じようなことを蓮舫議員、原口議員が言ってることについてお伝えした動画をこちら側に。また、読解力のない、そして、英語を読めるかどうか非常に怪しい原口議員が、 国防総省の発表についてご読して、そして日本の報道については曲解して騒いだことについてお伝えした動画をこちら側に合意してますので、ご存知の話がある方はね、ぜひともチェックしてください。ではぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。